せっかく松田さんに来てもらってるので真剣勝負。真剣に行かせていただきます。そんな簡単には出さないよ。はい、最後の打席です。行った。皆さんこんにちは。そしてお待たせしました、安見光太郎です。まだ僕を知らないという方もいると思うので軽くご紹介したいと思います。実は僕こう見えて日本代表なんです。2018年に行われましたアジア選手権では首位打者、ホームラン王、打点王の打撃タイトル3冠を取り、 MVP もいただきました。そのことが評価されて2019年のトップ日本代表にも選出していただき、チェコに行き、世界選手権準優勝してきました。そんな僕が今日は安見流のバッティングについて紹介したいと思います。はい、じゃあまずは、ティーバッティングについて説明していきたいと思います。僕は、ティーバッティングで3本のバットを使います。まず1本目なんですが、僕はこの長いトレーニングバットを使って最初にティーバッティングをします。その理由としては、体全体を使って振らないとこう長いバットは振れない。そして僕は体がそんなに大きい方でもないですし、力がすごいあるっていうわけでもないので、このバットは遠心力をうまく使えるとうまく振れるので、そういった意味でこのバットを1本目に練習しています。次にこの公式用の木製バットです。これは、さっき長いバットを振った後に長さはソフトボールのバットと一緒なんですが、重さはソフトボールのバットよりも重たいバットで振っています。さっきの長いバットを振った時に体全体で振ったと思うんですけど、その体全体で振ったものをしっかりこの長さでもできるように、最後に、このソフトボールのバットを使います。最後にソフトボールのバットを使うっていうことで軽く感じますし、体の中でもヘッドが走ってるイメージになるので、僕はこの3本を使ってティーバッティングをしています。では早速打っていきたいと思います。僕は最初ティーバッティングをするときに横から投げてもらうようにしています。それはしっかりバットがインサイドアウトで出るようにと、しっかりミートポイントが体の近くでできるようにっていうことと、あと肩が開かないようにっていう意味で最初横からティーバッティングをしています。実際に長いバットを振ると体を本当に使わないと手だけでなっちゃうんで、しっかり下半身で振るっていうイメージで僕は振っています。あ、いい感じ。はい、20球ぐらい打ったんで、次は2本目の長さは一緒だけど少し重たいバットいきたいと思います。さっき長いバットを振ってた時の感覚と、このちょっと短くしたてか、まあ普通のバットなんですけど短く感じるんで、さっき振ってた振り出すポイントよりも長くボールを見られるっていうのがすごく感じられると思うんですよ。さっきまではちょっと前のポイントで振り出さないと芯で当てられなかったのが、ギリギリまでボールを見ることができる長さに感じるので、僕はこの順番がすごく気に入っています。はい、残り、10球ぐらいになったんで、最後はソフトボールのバットで仕上げたいと思います。で最後は斜めから、普段皆さんがやっているティーバッティングだと思うんですけど、そこからやるので、松田さんすいません、移動してください。はい、ありがとうございます。最後は、1個目と2個目のスイングの、総仕上げっていう形でいきます。で最後ティーバッティングをするときに意識することは、気持ちよく振るっていうのも、あると思うんですけど、バッティングするんでバットとボールの入る角度、しっかりティーバッティングのボールの打つところポイントをしっかり仕留められるように意識して
ティーバッティングをします。はい、一箱打ったんで次はフリーバッティングに行きたいと思います。僕が、バッティングで意識していること3つあります。1つ目にしっかりタイミングを合わせて打つこと、それは、ティーバッティングで打ってたポイントで全部打てるようにタイミングを合わせることです。2つ目にしっかり腰を回すこと、上体だけじゃなく下半身始動で打つことです。そして最後に、バットにボールを乗せていくイメージで打つことです。よく上から打ったり下から打ったりっていうのはあると思うんですけど、安見流では、バットは、ボールの来るこうラインに合わせてそこを乗せていくっていうイメージで打っています。松田さんお願いします。上半身ではなくしっかり下半身でタイミングを取ります。ゴーン。さあ、今のちょっと早いですね。やっぱ上体でタイミング取っちゃうとああいう下半身が使えてないバッティングになります。今のうまく回れましたね。ゴーン。わっしゃ、今のいい持ってきましたね。センターに綺麗です。ナイスパッチ。バーン。あー、今の力入りました。わかりますか？めちゃめちゃ力入りました。あくまでも8割でスイングします。腰を回す。よっしゃ。はい、次はちょっと僕の体重移動の意識についてちょっと説明します。僕はオープンスタンスで構えるんですけど、構えた時は、6対4ぐらいで、ピッチャーがモーション入ってテイクバック取る時なんですけど、引いた時にしっかり左足の内ももに力を入れる。内ももに力が入りづらいなって方はちょっと股関節を入れるイメージにしてもらうとやりやすいかなって思うんですけど、ここにしっかり入れる。で、打ちに行くときにちょっと右足が、実際なってるかって言われたらそんなはっきりわからないんですけど、かかとから行くことによってお尻がこう入っていくんで、こういう開いたスイングにはなりづらいと思うんで、僕はこっちに乗せたものをかかとを出して思いっきり振ります。でイメージは後ろで回る、この後ろ足で回るイメージです。でも実際に打ってると後ろで回ってるかって言われたらそうではなくて、しっかり打ちに行って多分後ろに残ってると思うんですけど、僕は後ろで回転するイメージで打ってます。最高！うわあ、これ行きましたね。ゴーン。なんかしっかり打てた時って。前すぎずしっかり後ろで払えてるんで、打球も自然と力がなくても伝わりますね。あった、結構いきましたね。これなんか力入れて振ってるっていう感じじゃないんで、腰をバーンと回せるイメージです。今の入りました。腰を回す、後ろに向かった、いきます。これも、ホームランが全てじゃないですけど、やっぱいいですよね。
あー、これやばい。じゃあ、今日はせっかく松田さんに来てもらってるので真剣勝負。何打席？3打席。よっしゃ、真剣勝負。よっしゃ、お願いします。こちらこそ、プライドをかけた熱い戦いをよろしくお願いします。それでは、どうぞ。1打席目、お願いします。やられた。やられた。松田さん、2打席目お願いします。ライト前ですか？松田さん、最後の打席です。真剣に行かせていただきます。チャンス。ということで、松田さんとのガチンコ対決終わりました。松田さん、どうでした？まさかチェンジアップをあんな簡単に持っていかれるとは思わなかった。実は勝ってました。マジ、はい、3打席目で、はい、あの状況で、はい、チェンジ張る？今回は僕の勝ちということでいいですか？完敗だわ。ありがとうございます。ということで、今日の動画いかがでしたか？僕のように、意識して、やることによって、松田さんからホームランが打てるかもしれません。よかったら皆さん、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。ひらきんソフトボール TV では、これからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy softball.